一緒の動画です。シルクです。モトキ。マサイ。さあ本日はですね、はい、なんとなんとなんと年始に約1年間、はい、ダホがホームランを打つという企画のお話させていただいたと思うんですけど、はい、こちらの動画ちょっと先に見てもらえたら分かるんですけど、はい、第1弾ですよ。はい、おお来た。夏にホームランを打つために今日は第1弾の練習でございます。あー、まあ、闇雲にやっても無理ですからね。そうなんです。で、すごくない？ここ、いや、本当に野球好きな人だったらこの光景で分かる人もきっといると思う、うん、なんと、こちら読売ジャイアンツ球場さんに来させていただいております。うわ、ありがとうございます。ここいいの入ってすげえな。お邪魔します。お邪魔します。大丈夫？俺この間までブルペン外国だと思ってた。大丈夫？なあ、言ってたよなと思って。大丈夫かな。アルプスとかそういうあれじゃないんだけど。大丈夫？そんなやつが入って。大丈夫？大丈夫？今回そう、読売ジャイアンツさんの協力を経て、はい、なんとこちらに立たせていただいております。うわ、すごい。多いじゃん。で、前に動画でも話したんですけど、うん、公式の野球をちゃんとやったことなかったんですよ。はい、ずっと何年、うん、そう、軟式の人で、うん、で、硬球打ったことなかったんで、うん、公式のホームランの打ち方、あー、そっかって多分違うと思うんですよ。間違いなく違うんですよ。そう、あー、球とかにも慣れないといけないよね。そう、っていうのをちょっとプロの方に教わりながら得得できるということで。できるの？だってさ、めちゃくちゃド素人目線から見て、この間ちょっとやらせてもらったじゃん、うん、バット当たった時、震えたもんね。本当に手痺れるんだよ。そうそうそう、痛いよね。手ぐらい難しいことなんですよね。やっぱ野球選手の方ってホームランすぐパーン気持ちよく打つじゃない、うん、そう、あれむちゃくちゃ難しいんですよ。いや、そうだよね。映像とか見たけど、なんでああなるのか全然わからない、ね、でもすごいよね。でしょ。何かコツがあるんだろうな。そう、俺あのイチローさんに、うん、君は練習をすれば、うん、ホームラン打てる可能性はあるって言ってもらった。確かに体力をつけてコツを知ればって。そう言ってたね。あんな一言いただいちゃったら練習しないと思って。もったいないよね。確かに。でそんな中、僕あんまり動画で言ってこなかったんですけど、めっちゃジャイアンツファンなんですよ。はい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 、ちっちゃい時から何度も球場に行ったりとか、元木選手に俺ちっちゃい頃バッティング教わったことあるの、1回だけ。俺教えたっけ？元木選手。元木選手。今ね、コーチになられてる。そうだね。ああ、人違いでしたね。そうそう、人違いなんですけど、ジャイアンツの岡本選手の方、はい、いらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。あの方が、登場曲、うん、僕たちのチャンピオンロードという曲を使っていただいてた機会で、はい、いやー話題になりましたよね。そう、うん、当時すごい話題になったね。2020年かな。あ、そうですね。でしかもその打席ででしょ。そう、その打席でホームラン打たれたり。いやー、すごいね。ちっちゃい頃から野球大好きだしジャイアンツファンだったから、そんなん泣いたのよ。いや、すごいよな。そう、そんなことあって、うん、で、もしかしたらと思ってちょっと岡本選手に教えていただけないかなみたいな、ちょっと無邪気な無茶なお願いをしたところ、うん、今回許可をいただいて。すげえ。まあちょうどシーズンオフなのもあって、はい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 、タイミングよくちょうどオフの日で合わせてくださって、うわ、すげえ。今日なんと、まあ、2時間だけなんですけど、はい、貴重な時間をいただいて今日野球を襲われるという機会をいただきました。じゃあちょっと俺の経験も出されたね。そうなんですよ。僕は野球ずっとやってて、はい、東京ドームにも一応少年野球の時はプラカードも買ったことあるんだよ。そうなんだ。そうってぐらい野球やってたんだけど、シルクも実は東京ドームにゆかりがあって、はい、私スタッフでございました、うん、もぎりとか。はい、ファール警戒のはいはい、ホイッスルとか、そう、テレビの人 ね、鳴らしてましてですね。そうそう、野球場ってホームランとかファールの大きい打球が来ると危ないから、ピーって笛吹く人も、はいはい、そうだそうだ、それでしょ。今それ動くよね。モーションだ。ね、闘魂込めてーの膜をいかに綺麗に貼るかがこっちの腕の見せ所。そういう仕事なんだ。そう。そう。すげえ。本当にやってたんだな。マジですよ、マジですよ。外野にいるんだよ。そうなんだ。めっちゃ綺麗だったよ。どうやってやんの？で、あれ前列の人が。そう、こうやってやんだよ。俺もやってたの。あれ、前の人のテンションが高いと肩外れそうになる。持ってかれるからね。そう、やってました。っていう、ちょっと縁と光だったりとか、いろいろ実はあったんだよね、我々。っていうのを今日、やっと話せるんですね。そうですね。話したね。温めた。だから、回転扉のモノマネが異常にうまいな、それです。それだったね。はい、はい、ようやく繋がった。ということで、なんと本日お越しいただきました、うん、読売ジャイアンツ、岡本和真選手です。お願いします。うわ、よろしくお願いします。待って、ユニフォーム姿、覇気やばいね。うわはじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。大人たちが大移動。そうですよね。今日ね、メディアの方もたくさん来ていて、いや、ありがたいですよね。オーラもあるけど、やっぱり大きいですね。大きいな。
体も大きい方なんでやっぱりこの体でホームランを支えてる、たくさん打たれてて、ね、だまさに隣に、ね、本当だ、寄ってみてよ、物が違うってこういうことになる、筋肉のつき方全然違う、っていうか足の長いマサイより長い、確かに、あ、そうそうそう、すごっ、ちょっと分けてほしかったな、ここまでいらなかったんでそんなことうわ、それ言ってみてえな、俺後で言おう、親にここまでってよ俺ここまでって言う今日もうずっとお会いしたら聞きたかったんですけど、はい、どうしてチャンピオンロードを使ってくださったんですか。あ、確かに、うわ、聞いちゃう、いやもう本当にやっぱ見させていただいてたんでいや、嬉しいです、いろいろやっぱ選ぶんですよ、いろんなところ、ね、場所から、それでこの歌すごいいいなと思って、使わせていただきました。嬉しい、ありがとうございます、そう、大サプライズだった、いや、そうです、流れてるんですよね。ツイッターでむちゃくちゃあれニュースになってた、なってました、そうなんです、そうなんです、あ、そうだ、あとあの、はい、WBC 日本代表になられたということでおめでとうございます、ありがとうございます、日本をよろしくお願いします、いやいや、すごいわねえ、じゃあ日本しょって戦ってんの、いいね、そう、かっこいいよ、ジャイアンツの4番ですからね、やばいな、マジすごい方に、やばいな、最強、え、今日なんでいいよって言ってくださったんですか、本当ですよね、いや、もうずっと僕はもうだいぶ前からフィッシャーズさんとやってくださいっていうのに言ってたんですよ、けどなかなかやっぱりいろいろあったと思うので、はい、やっとここで実現してもらって嬉しい、うわ、嬉しい、両思いだったのか、今日最終回みたいじゃん、もう初回なのに、うなほはこれから大仕事残ってます、そうなんです、これからね、やるんだけど、ちょっとこの体でホームランを、はい、ちょっと東京ドームで打ちたいなと思って、はい、無邪気にお願いしたんですけど、はい、岡本選手から見て、はい、可能性ありそうですか。いや、そうですね、他のスイングされてる動画とか拝見させていただいてるのもありがとうございます、余裕でいけると思います、マジで、マジで余裕でいける、なんか1回だけその球場さんで公式で打たせてもらった時があったんですけど、はい、正直ちょっと無理だなって思っちゃった時があったんですよね、はい、それでも全然いけます、それじゃあコツ一つです、いや、もうちゃんとしたポイントで捉えることができれば、はい、多分中段ぐらいまで行くんじゃないですか、マジで、うわ、中段まで行けんの、心強っ、結構でも余裕、今心の余裕できたよね、ちょっと ね、いける、ちょっとそれを現実にするために、はい、貴重なお時間いただいたんですけど、教わりましょうか、ちょっと3人は今日ごめん、あのちょっとサポートとか、まあ、そうです、サポート、まあ、いや、いいんだけど、何をサポートする、あ、ファール警戒とかしないでいいんですか、しないの、しないの、しないの、誰もやりたかったらやんないの、球が落ちるまで笛止めんなって言われてる、いやいやいや、慣れてるな、ちょっとじゃあ、流れの中で襲われたらなと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、いや、こんなによければ、すげー、待って待って、ええー、すごっ、ありがとうございます、すごい、すごい、あ、いいね、なんかいつでも岡本さんになる、みんなで観戦しに来たみたい、強くなれそうだよ、ね、ヒロスーツみたいな感じだよ ね、ありがとうございます、え、すごい、すごい、あっ、うわー、うち2人もいていいんですか、ってか、本物やん、じゃあ俺の方が岡本選手だよ、そうだ、そうだよ、いいんですか、大丈夫だ、多分確かに、そう、大丈夫なんですか、失敗だよね、え、すごっ、あ、すごいわ、ありがとうございます、すごい、あ、サイズもぴったりだよ、うわ、いや、俺ね、生きててサイズないこと多いのよ、多いだろうね、で、ほら、ベルトも、もうほら野球用のベルトなくて、うん、ビジネス用のベルトを思ったでしょ、やべやべ、サイズなくて困ってるんだけど、普通の革ベルトなんだね、ビジネス用の、そうなの、入るんですね、岡本選手のサイズだったら、え、嬉しい、すごい、で、今日これ着て、頑張ろうじゃん、ね、そう、岡本選手、ユニフォーム忘れたらもう言ってくださいね、駆けつける、駆けつける、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、でもちょっとこれ今日早速使って練習してもいいですか、絶対そうよね、ありがとうございます、これをつけることによってよりなんか燃えるよな、でも燃えてますよ今ね、汗ダーダーだもん、ダーダーだね、燃焼してるな、動いてからにしてくれせめて、じゃあちょっと触りながら動きましょうか、はい、プレゼントありがとうございます、ありがとうございます、すいません、こんなにいっぱい、お願いします、お願いします、お願いします、なんか普段やられてるバッティング練習をいろいろこう体験しながら、はい、ホームランの極意を教わりたいなと思うんですけど、はい、わかりました、まずは何をしようか、ティーバッティングをやって、はい、からいつもバッティング練習に入るので、はい、
まずはティーバッティング。ティーバッティング、お茶飲むんですか？違います。すいません、そうなんですね。横から投げてもらって、ネットに打っていう、はまあ、アップというか、まあ、そこでしっかり振ってっていう形を確認してっていう作業。なるほど。これ、すごい野球あるあるな。トスバッティングっぽい方がティーバッティングで、ティーバッティングっぽい方がトスバッティング。いや、ややこしいやいや、ややこしいや何？いや、だからトスバッティングって言われたらこれを打つイメージ。ああ、そうだね。そうそうそう。けど今からやるのはこれなんだけど、ティーバッティング。え、じゃあトスバッティングは何？ピッチャーに返す。あ、そうです。ああ、そうなのか。ピッチャーが軽く投げて、それをこうワンバウンドに打って返すのをトスバッティング。ティーバッティングの T は何だ？これネットのティーバッティングですかね。ネットなんすかね。ネットなんすかね。あ、ごめん、ちょっと聞いてほしいけど、知らないだろうね。考えたらいいやん。じゃあちょっと、今日ってなんか軽く打つこと？あ、もう全然、もう自主トレーニング始まってるので。あー、はい、ここもプレイです。うわ、すげえ。ちょっと最初に見てもらって。はい、わかりました。お願いします。お願いします。すげえ。すいません、カメラ。いつもやるやつから始めて。はい、いいですか。これお願いします。いつもはこれから入る。いつもこれから。これはどのぐらいずっとやってるの？プロになるんですか？そうですね、もう試合前はずっとやってますし、もうプロに入って4年目ぐらいに、まあ、ちゃんと試合前にやるようになったっていう。前はもう左手ばっかりやってて、はい、まあ、両手しっかりやってて。バランス、すげえ。こんな感じで。うわー、ありがとうございます。うわー、最後普通に、はい、で、おー、すげえ。うーわー、バカ。綺麗すぎる。ちょっとごめんなさい、金属。はい、金属。おー、すごい。お願いします。え、むずむずそう。右手、右手、右手、そうです、ね、めっちゃむずそう。めっちゃむずそう、これ。これはなんか、飛ばす意識とか。いや、もう軌道の確認というか、入れ方の確認で、ベルトを持って。これもう、野球少年、絶対見た方がいい。すごいな。むずっ。真似する人は急増でしょ。やばい、芯で打てない。てか、よかったな、ベルト持っててよかったな。そう、これが言ってないよ。よかった、ビジネス強いな。あら、むずそう、むずそう。それをだから練習していかないと、絶対やろう。ちょっとこの辺で開かない、開かないよ、はい。やばい、当たったじゃない、意外。おー、よかったよかった。おお、すごいわ、スイングめっちゃ綺麗です。よかったね、綺麗。いや、今日ね、まあ、もちろんちょっと僕の無邪気なお願いではあるもん、はい、どっちかというと野球を途中でやめちゃった人間なのよ、はい、うん、これ見て子供から大人までちょっと野球熱みんな燃やしてもらいたいなって思う意図もあって、今日大人の逆襲がね。そう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 。いや、いいよね。これ見て野球始めてくれる子もいたらいいななんて持ってるんです。でも開いちゃダメなんですよね、これ。そうです、なるべく出てくる。はい、内割りは全然大丈夫。はい、結構体力使う。だろうね、うん、あの重さ風邪ってのは。うん、やりたい人いるのか。やってみよう。やってみたい。ちょっとマサイやってみよう。韓国で韓国を向く一人ずつやってみる。マサイやってみよう。せっかくね、手袋をいただいたわけで、はい、すごい、一番合わないよ。なんか違うなって感じ。違うなって感じ。違うよ、こいつ出来心がすごいっすよ、ね、一番ちょっと見よう見まねで。ファール警戒にしよう。あ、オッケーオッケー、一応ね。一応ね。お願いします。お願いします。お、なんか当たってるの。待て待て。そんなもんない。いいよ。当たるじゃん。当たるの。かわいい。なんか反対ですよ。反対ですよ。そうだね。あれ、反対どうする。いや、今反対打つな。そんなことある。キャプテンに向かってボール飛ばさないと危ないから。反対だね。
ね、うん、お前が反対向くね、なんで反対の手、左手です。下行っちゃうの。ありがとうございます。すごいじゃん。ありがとうございます。その後は、はい、なんか何やるんですか。あ、もうフィーバッティング終わったら、まあ、バッティングに。わあ、早速。ちょっと両手で持ってあんまりちゃんと、はい、フォームとかって教わったことなくて、はい、で多分僕はずっと軟式やってたのもあって、はい、多分公式打ちとは違う感じがしてるんですよ、感覚的に。それがちょっとなんか、この選手の中でこう打った方がみたいなのがあれば、はい、教わりたいです。わかりました。いや、でもいや、めちゃめちゃ強いけど。いや、今日これ気合いなの、今日だいぶ気合入ってる。なんか、ちょっと先っちょでパチンって感じな気がするんですよ。そうですね、パーンというよりは。ちょっとそうですね、ちょっとこう前耳になるんで、ここが流れないようにもうちょっとだけ我慢して後ろで打つ感じで行った方がいいかもしれない。おお、うわ、この動画有料にするか。本当に有料の動画でしょ。ねえ、いいんですかこれが無料で。すごいな。そうですね、おお、今ぐらいです。確かにちょっと角度も上がってきますね。はい、そうですね、全然上は大丈夫。あ、今のは前にちょっと、はい、流れちゃった。難しい。あ、そうですね、今ぐらいです、はい、ちょっとコンパクト持ってください。本当ですか。これは顔すまい。恋してんの。顔本当ですか。大丈夫よ。恋しとるやないか。顔そろって今。え、だって動画見てた時にインコースは先っちょに引っ張るみたいな。あ、そうです。それってその先っちょってのはバットの先っちょ。あ、そうです、もうここです。もうインコースやっぱ体に近いんでこの辺にやっぱ当たっちゃうんで、どうしても、うん、それやっぱ先っぽにすることによって。おお、あ、え、あ、ほんとですか。聞いてるだけなのにプロになれそうな気がする。ちょっと一回じゃあそれを経て OK 任せまず、あ、センターセンターもうど真ん中ど真ん中に OK、 お願いします。センターに持って、はい、すいません、ごめんなさい。ちょっと違いました、意識と違いました。生半可な対象でチャリーン。小銭溜まったみたいな。おお、あれ音違うよ、なんか音綺麗に入ってます。おお、やった。初日の感触よしやん。よしよし。これあとはいつもバッティング。はい、バッティング練習。わー、ちょっと行ってみようかな。なんか実践の中で。そうだよね、そこから使うのかも。はい、じゃあちょっと行きましょうか、お願いします。ごめんね、なんか僕だけ恐れてて。いや、なんかね、吸収は一応してる。今本読んでる。ちょっとここでも、はい、なんとなく一回ちょっと岡本さんに見せてもらいながら。そうだね。うわー、すごいね。伝わるか分かんないけど、肉眼だと相当遠いから。うん、だってあそこで人がちょっと来てって言われたら、あ、ごめんなさいって言いたくなるぐらい。そうだね。の距離はあるもん、ね。結構面倒な距離ある。ねえ。いやいや、ありがとうございます。貴重な体験だ。本当に芯で打ってる。本当よ。ちょっとまた打ちながら教わってもいいですか。はい。頑張ってー。頑張れー。頑張れ。さっき習ったことね。ねえ。見えてない。おお、
おお、あ、やっぱそうなんだ。芯じゃないとこ行くと痛いんだ。軟式だと真ん中を打つイメージなんですけど、高級だとどの辺ですか？内側のこの辺です。あそれはもう基本的にどのコースでも、もう左下を打つイメージ。そうです、そうです。入れていこうとするといい打球が増えます。全然違うじゃん。全然違いますね。このら辺を、これはもうこう打つし、ちょっとでも打ってみるね。野球やったことない人が入ってみたらどうなのかとかね。ちょっとせっかくの機会なので、なかなか贅沢ですけど、メンバーも体験しましょう。はい、マジで。ありがとうございます。ちょっと急速に下がりました。はい、ヒットゾーンっすね。やった、おヒットゾーンだって。ヒットやった。とりあえずヒット。岡本選手なら取ってますか？あ、もうそうです。悔しい。なかなか初心者が立たせてもらえる場所じゃないからね。そうだよ、集中して。バット俺ネットにすら届いてなかったんで、先越さないで。届いたね。確かに届いた。みんなお願いします。モノキちょっとじゃあ5球ぐらいだけど、貴重な機会楽しんで。当てろよ。え、いいね、いいね。打った、いいねこれ。マジで痛い。あれいつから痛くなる。痛いです。痛い。足か。足か。自打球。いや、貴重な経験。さあ、自打球経験。いってどこだっけ。おお、惜しい。もたるよ。ラスト。はい、ラスト。いけまたスタート。足大丈夫。体中怪我してない。正直自打球の次の回からめっちゃビビってた。怖いっすねあれ。行ってきます。行ってらっしゃい。それはね、間違えないでほしい。そこだよ、うん、そこだよ。さすがにちゃんとね。よく見て。いこう、頑張って。
見てるからやけ。クレームつけ始めた。最後に2球でしょ。ハス2球で当たんなかった。当てよ。真ん中に当たるだけだよ。早いよ。余計に当たんない。絶対当たんないから。真ん中に触れば飛んでくから。絶対当たんないから。集合集合集合。もう余計集合。まだ集合。あの人もう余計出てる。あの人余計集合集合。最初はここ。いや、最初。かなり最初だね。かなりマジの最初だね。本当に最初だね。いや、当たんないよ。いや、でもそうだよね。当たりませんよ。いや、でも、大丈夫。優しい。あ、でも貴重な経験だね。触れた。それだけでも確かに、たまには触れたもん。触れたし、弾飛んできたんですから。弾飛んできた。あそこにいたら飛んでくんだよ。いや、本当に、ありがとうございます。ちょっと、引きすぎますね。今日はね、まあ、主役、なほくんですから。ちょっと頑張りますね。なんか、あの、遅くなったから大丈夫。お願いします。おぉーい、カブ来た。まあ確かにこのまっすぐだけで動かるんだ。おおおい。このまっすぐだけで動かるんだ。おおおい。このまっすぐだけで動かるんだ。おおおい。だけで動かるんだ。おおおい。多分行きますよ。多分今の行ったって。なんだね、変わった。何だ。今すごいな。後ろに残しながら、この引くっていうのが難しいけど、はまったら確かにね。おおい、なんかありますか。いや、もう何もないです。初日で終わった。何もないです。足を上げてこう乗せるタイミングとかって大体どれくらい。あ、でももう来るって分かったときはもう乗せて待ってます。なるほど。はい、早めに。あ、そうです。おー、今ぐらいがすごい良かったです。うわー、すごいいいタイミングです。ハマったらマジで飛びそうだな。めっちゃいいぞ。頑張れ。そう決めよう。行こう。送ってあげるイメージね。いや、やっぱ疲れてるね。いや、めちゃくちゃ良かった。大丈夫ですか。はい、まあ、あとはちょっとそのタイミングと、はい、ちょっと開くのがちゃんと噛めば、はい、1球すごい、いいのか感覚、あの感覚を追い求めて、はい、振っていただければ、はい、おー、あれ忘れちゃダメだね。あれ行きましたよ、多分。いや、でもそんくらいの勢いだった。めちゃくちゃ勢い良かったんで。はい。初日なのに。うん、いや、あれをだからじゃあ再現性を高めてね。そうだよ、可能性の高いボールをどんどんね、打てたらいいけど ね。じゃあもう一回。ああ、ちょっと、はい、あ、はい、確かにいいイメージで。確かに、でも木だからね。そうだよ、うんうん。うわー、全然違う。速さがすごいな。ちょっと笑っちゃう。うわー、今のこと絶対行ったね。絶対行ったな。うわー、ありがとうございます。いや、やばっかけ。ちょっと強めに。ギアの入った。それ以外マックスじゃないってのも。そうだよね、今までののギア何段も上があったんだ。すっげえな。
どうでした直接。いや、こんな機会まずないからめちゃくちゃすごいなっていうのと、元気もらったね、うん、すぐ、本当に時間の問題だと思います。本当ですか、はい、もう慣れればすぐ聞けます鳴らすしかない、ね、変なこと考えない方がいいかも。あ、感覚で、そういうのただこのボードをぶっ潰すぐらいで、はいはいはい、いければコツを、だから日にちがまだあるから、それを消化してって、はい、あとは気持ちでも作るんで、じゃあちょっと今日貴重なお時間、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃあ8ヶ月頑張ります。よし、せーの、アデュー。ありがとうございます。頑張ろう。頑張ります。本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。すいません、すごい。動かない。フリクラみたいになってる。はい、ラスト、ワンハンド。
うわおー、きれい。はい、OK。 うわやってる、やってるわ。俺ら4人はやっぱやってないやってないはい、ありがとうございます。俺らやったぜ、あれ言えるね、コメント書きに行くよね。これ辛いよねすいません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、はい、セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。よせまずいよ。今年の冠はダイヤモンド。伊勢まで目指そう。